おもちゃかな。アマゾンから届きました。ジェベット、じゃあ、しつけ、トイレの学習。つむぐは、おしっこの成功率は今、50% くらいかな。そうだね。未だにここの床でおしっこを朝起きたら失敗してるんで、今日夜これを実際振りかけてみてできるか検証したいと思います。ちなみに Amazon のレビューはすごい称賛の声と全然使えないっていう声で真っ二つに分かれてたので、皆さんの参考になるかは分かりません。10センチ離し数回スプレーする。ごめんね。1、2、3。ちなみになんか匂いすんのかな。あ、人間ではもう分かんない。あ、でもめっちゃ嗅いでる。1、2、3。はい、昔はここにトイレを置いてここにベッドだったけど、トイレの横にベッドがあるのがつむぐ的には嫌なのか、いつもベッドをこう引き出してしまうんで、それはねかわいそうかなと思ってね、うん、だからこの中にベッドを置いて外に出ておしっこができると。つむぐたん、僕たち寝るんで頑張ってください。何食ってんの。見して。あ、見つけた。あ、コルクのおしっこ。はい、じゃあ今日バイデンさんね。さあ、明日トイレはできているのでしょうか。全部ね、漏らされました。あ、トイレができてるか行っていこうと思います。ほ、まさか。おはようつむぐ、全部できてる。すごい、全部できてる。うんちしてないけど、あんた。さて、あれから2週間くらいかな、月日が経ちましたけど、どうですか、効果は。私に聞いてる。うん、つむぐに聞いてたかな。つむぐが喋るわけねえじゃん。いやー、おしっこしやすいですねってつむぐに言ったら、トイレが分かりやすいんですよ。おしっこは完璧だよね、つむちゃんね。そう、おしっこがね、もう 100% できるようになったね。全く失敗してないね、うん、これ導入してから、うん、でうんちがね、まあ失敗してる。まあでもうんちはあんま困んないもんね、うん、失敗してもコロコロだから、うん、だけどこれ600円くらいだからさ、もう常に買ってもいいかも。そう、一生買ってもいいかもしれないレベルで効果あるかもしれん。使い終わって一回やめた途端におしっこできなくなったら、うん、もうこれの勝利ですよね、うん、これも買い続けるしかない、うん、でもこれをやめてトイレができるようになっても、それはそれでこっちは嬉しい。どんくらい持つかな。半年に1回買えばいいかもしれないね、うん、今3スプレーしてるけどさ、うん、1回週だけでも良くなるかも、ね、そうだよね、うん、スプレーの回数減らしてもいいかも、うん、私たちは導入して大正解でした。皆さんも効果があるかは分かんないけど、まあ、数百円だからやってもいいかなって感じでやるのがいいかな。そうかもね。じゃあ寝ます。おやすみなさい。